ケータです。ベンチプレスがなまら強くなりたい仲間のみんなへ。今回のテーマは、ケツ上げベンチプレスで重量を伸ばす方法です。僕の動画を見ていただいている仲間の方、ケツ上げのベンチプレスやってる方非常に多いです。ケツ上げベンチプレスの醍醐味だったりとかメリットですね、この辺をしっかりと味わっていただきたいなと、日頃から SNS とか見ててケツ上げやってる仲間の方見て非常に思いました。もちろんやれてる仲間の方も多いです。現に重量もバンバン伸びてる方多いです。その中でもですね、惜しいなっていう、もうちょっとなんだよなって、もうちょっとで重量バンバン伸びるのになっていう仲間の方非常に多かったりもするのも事実です。なんで今日はケツ上げのベンチプレスはどうやったら重量伸びるのか、そしてなぜそれが強くなるのか、この辺を解説していきたいと思います。まずですね、ケツ上げベンチプレスで、なんで重量が上がっていくのかっていうところなんですけれども、よくケツ上げベンチプレスって肘全然曲げないですよね。曲げないんで、それ筋肥大だったり筋力アップだったりとかしないんじゃないのっていうコメントも結構いただいております。ケツ上げベンチプレスの重量の伸びる理由としましては、神経系です。神経系がかなりぐんぐん伸びてきます。神経系っていうのはまさに文字通り神経なんですけれども、重い重量を毎回毎回持つことによってその重量にまずは慣れる。あとは筋力で持てないきつい重量ですよね。可動域が短い分筋力で扱えない重量を扱えるんですよね、触れるんです。これを行うことによって瞬発力だったりとか、要は一瞬で上げてやろうっていう体の反応ですね、よくしてあげて重量が上ってくるという形になります。これをまずは理解していただいた上で、瞬発だったりとか神経系ですね、これを伸ばすためにどういったフォームをとって、どういった形で練習していけばいいのかっていうところです。これちょっと実際に僕ケツ上げ今説明しながらやりますので、ご覧になってみてください。はい、では早速やっていこうと思います。ケツ上げベンチプレスやるときにまずは心がけていただきたいのが、ケツ上げなんで柔軟性なくても頑張ってお尻上げてください。とにかく上げて、このシャフトと自分のボディお腹ですね、この距離を極力縮めてください。下ろす距離短くしてあげるんです。ここで一つ重要なのが、ベンチプレスケツ上げやるときにですね、シャフトを下ろしますよね。シャフトを下ろすと同時に体落としたらダメです。しっかりとマックスでグーッと組んでいただいたブリッジですよね、シャフトに思いっきり体を近づけたところを崩さないでください。崩さない状態でラックから取ってシャフトを胸に下ろしていきます。お腹の方に下ろしていきます。そしてお腹につく寸前です。もうつくかつかないか1ミリぐらいのところですね。この辺で腕力とボディですね、足の力ですね、はい、これを使ってブリッジもちょっと持ち上げる感じですね、ぶつけてあげてください。はい、ちょんと上げる感じです。誤差が出ちゃうと、これが合わないと全然瞬発力だったり神経系伸びてこないです。しっかりとじーっと下ろしてきてパンです。これを頑張ってタイミング取ってください。一つここでポイントなんですけれども、下ろすスピードです。シャフトの下ろすスピードをスッと速くしてしまうと、下半身ですね、下半身の跳ね上げのタイミングがすごく取りづらいです。難しいです。これはもう本当にね、ベテランの人でもなかなか分からなくなったりしますので、しっかりと下ろすときはコントロールしてください。自分の力でコントロールです。自由落下ではなくて、しっかりと自分の力でじーっとコントロールして下ろしてあげます。胸につくちょっともう1ミリぐらいですね、1ミリぐらい手前でさらにブリッジを上げるイメージです。それと同時に上半身ですね、上半身もバンと上げてあげるような、このタイミングです。とにかくタイミングをしっかり大事にして行ってみてください。ちょっと一度やってみます。まずフォーム、ケツ上げですね、ベタ足でもいいです、つま先でもいいんで、一番自分がグーッと上げて力入るなっていうところでフォーム組んでいただきます。はい、そこでラック取って息吸います。この時シャフトに頑張って近づけましょう。頑張って近づけて、このまんまスッと下ろさずにじわーっと下ろします。じわーっと下ろしてって、胸につく瞬間バンです。じわーっと下ろしてバン、じわーっと下ろしてバン、じわーっと下ろしてバン。スッと下ろしてしまうと、このタイミングですね、タイミングが合わなくなってしまうんで、じーっと下ろしてバンです。はい、これ頑張って掴みましょう。とにかく軽い重量からです。すべて軽い重量からこのタイミング掴んでてください。アップの段階でそのタイミングしっかり掴めると、マックスの時でもしっかりできますので、アップの段階でタイミング掴めないままマックスまで行っちゃうと全然タイミング掴めないで、その日グデグデになっちゃうんで、しっかりとそのタイミング合わせていきましょう。次ですね、そのタイミングがしっかりでき
ができましたら、距離を極力頑張って短い最短距離通ってください。要はケツ上げてます、ここからですね最短距離通りたいのにこうなってしまうと相当距離長いですよね。じゃなくってしっかりと一直線です。最短で自分のブリッジの頂点に持っていけるように頑張ります、はい、うろ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 しちゃダメです、はい、しっかりと自分の最短距離を頑張って通ってボン。今のような感じでとにかく最短距離の短い距離です。これ通ってください。極力ですね高重量、この高重量っていうのが非常に大事になります。受けてるのも辛いです、はい、受けてるのも辛いがゆえにしっかりとポイントを抑えれるようになります。ポイントっていうのは要は芯に乗っけるですね。結構いろんな僕動画で言ってます。しっかりと芯を捉えたら受けてるの楽ですよ、呼吸とかもできますよ。そういったところのいい勉強にもなりますので、きつい高重量を無理に持つことによって体が勝手に勉強してくれますので、まあもちろん頭で考えて頭で知識いろいろ入れて勉強するのも大事なんですけれども、何よりもきつい環境を体で受けてあげると人間体どんどん成長していきますので、修正かけてくれますので、体の能力も信じながら高重量頑張っていただくとよりスピード速くね重量上がっていく形になりますので、ぜひその辺もチャレンジしてみてください。一つ注意事項なんですけれども、ケツ上げベンチプレスやっていただいている方、もうすでに経験している方もいるとは思うんですけれども、重量をいっぱい持てるがゆえにいろんな部分が痛くなってきます。例えば、代表的なところで言ったら関節ですよね。手首だったりとか肘とか関節痛くなるんですけれども、まあこの辺はねパワーフォームとかでも結構あるあるです。なんですけれども、ケツ上げで一番痛くなるところが実は2つあります。この2つ僕もだいぶ経験済みなんですけれども、1つ目が首です。首どうしてもケツをぐーっと上げてます、顎引いてます。ここの首ですね、頸椎のところにすごく重量がのしかかるんですよね。首にのしかかってしまうとどうしても頭痛だったりとか、僕過去にやったんですけれども、もう吐き気ひどすぎて全然ベンチプレスできなくなりました。そうなる前にですね、もしちょっと最近頭痛がひどいな、首凝ってるなっていう方は、ちょっとケツ上げベンチプレス一度お休みしていただいた方がいいです。足上げベンチプレスやったりとか他の種目やったりとかですね、やれることはまだまだ山ほどあるんで、ちょっとそこは自粛していただいた方がいいです。もう一つ、この前腕です。ここ非常に痛くなります。外側痛くなる方もいれば内側痛くなる方もいると思います。この前腕相当痛くなります。これの原因としてはどうしても高重量、やっぱり今の自分の肉体では扱えない重量を無理に持ってるんで、ここの一番細い部分ですね、体の一番細い部分にすごく負荷がかかってきます。プラスですね、ブリッジ頑張ってます、下の方に極力ブリッジの高い位置に流してパンと瞬発力使ってますよね。かなりここに負担かかってしまいます。本当にひどい時は僕買い物袋も持てないぐらい痛くなりました。そうなると日常生活にも支障出てきますので、そうなる前にその気配が来たら、これもまたケツ上げベンチプレスちょっと休んでいただいた方がいいです。これはもう間違いないです。やればやるだけどんどんひどくなります。痛みが出た時の僕のまあ心得というかコツとしては、痛いなって思いますよね。次の練習できるかもしれないと、やります。全然それはいいです。やっていただきたいです。むしろでやっていただいた時に痛って思うたんび、思う回数の分治りが遅くなっていると思った方がいいです。例えば1日5回痛いって思えば5日間治るのが遅くなると思ってください。なんでベンチプレスやって痛いって思わないところでやってあげたりとか、思わないフォームでやってあげたり、ケツ上げが痛いと思うんであればそこはしっかり休んであげて、足上げだったりとか違うトレーニングしてあげたり、しっかりと切り替えてください。ケツ上げは本当に重量が扱える分怪我のリスクめちゃめちゃ高くなりますので、その辺しっかりと自分で見極めて練習組んでみてください。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。ケツ上げベンチプレスすごく重量扱えるので、ぜひぜひやっていただきたいです。特にまだまだベンチプレス始めたばっかりだよ、これから始めるよっていう方はパワーフォームだったりとかその辺にこだわらなくていいです。もちろん重量を上げたいよ、たくさん重量を上げるの好きだよ俺は、私はっていう肩に向けてです。重量上げたいのであればケツ上げバンバンやっていただいて、ケツ上げのメリット実はもう一つあります。
足の使い方です。ケツを上げてる分足ねダイレクトに使えるんです。足使えるんで足の使い方って非常にベンチプレス難しいです。でもケツを上げてやっていただくことによってバンバン足使えます。強制的に使えます。その後パワーフォームになってしっかり使えるかはいろんな練習が必要になるんですけれども、とりあえずはケツ上げでバンバン足も使っていただいて神経系もバンバン育ててください。これは僕の経験というか僕の理想なんですけれども、ケツ上げで触れた重量、ケツ上げで一発上げれた重量っていうのは必ず将来的にパワーフォームで上げれると信じております。ちなみに僕は220キロです。220キロケツ上げ過去に上げておりますので、必ずパワーフォームで220キロまで行ってみせる、行って証明してみせるなんて思っております。後々ですね、いつになるか分かんないんですけれども、その動画も投稿したいなと思っておりますので、それまでお付き合いいただければななんて思っております。はい、今回の動画は以上です。もしよろしければチャンネル登録していただきまして、ベンチプレスがなまら強くなりたい仲間になっていただければなと思います。グッドボタンもぜひよろしくお願いします。さらにベンチプレスがなまら強くなりたい方は下の概要欄に貼っておりますオンラインベンチプレススクール、こちらもご覧になってみてください。バーストのケイタでした。確かに、ちょっとお腹の方に流したとしても、こういう、はい、肘は基本的にはタックの真下。